I studied English today. My髪がすごい終わってるんだけど。こんばんは。To understand. こんばんは。カラオケします。I was writing a diary in English. 今日って水曜日。
何歌おうかな。ちょっと本気やりましょうか。私も決めたんだよ。私は春までに英語を喋れるようにする。その半年ちょっとで、ね、習得できるもんではねえです、英語なんてね。ただ友達と早く喋りたい、いっぱい。翻訳なしで。私はですね、YouTube と YouTube ですっごい分かりやすい方がいるんですよ、2人。そう、セイナス・イングリッシュチャンネルだっけな、のセイナーズ・イングリッシュ・スクールっていう YouTuber さん、めっちゃわかりやすい。今はね、 YouTube で丁寧に教えてくれるからね。あとはフレンズ英会話、実際のその例えば使われてる英会話を普通の字幕なしと字幕ありとスローとスロー&解説しながらと日本語字幕と英語字幕両方ありっていう4パターンをね、こうやって順々に流してくれるっていう、めっちゃわかりやすい。ただ私日本語が無理だったからそっからやってたんだよね。今日名詞とか固有名詞とか加算名詞とかさ、まずな それは何ってなるから、形容詞とか
英会話教室行ったことないです。行きたかったんだけど、 YouTube とか見てるとあれ行かなくてもいろんなもの駆使したら行けるんじゃないって思ったから行こうかなとは思ってたんだけどね。なんかもうさ、英会話教室って調べたらさ、いっぱいいろんなのがありすぎて分かんなくなるの。そう、結局ね。だから結局、あ、じゃあ海外の友達をつ、アメリカ人の友達を作っちゃえばいい話なんじゃないの、手っ取り早いんじゃないみたいな。そうしたら自分も話したいから勉強するし、リアルなものが学べるじゃないですかって思った。あとは YouTube、 あとディズニープラスとか Netflix とかがあるのでね、ディズニー大好きだから、そのいろんな翻訳をしてる方とか結構いるの。それを見て、ああなるほど、これはこういうのかって、こういうことかって、ね、理解したり。けどすぐ抜けていくよね言語って。それがあれなんですよ、私英語と韓国語もやりたくて。そう、韓国語ってさ、文の構成が日本語と一緒なんですよ。私はサッカーをしましたとか、そのままの英語って、私はしましたサッカーをじゃないですか。そう、だから覚えようによっては韓国語ものはね、文面は作りやすいんじゃないかと思うけど、やっぱね、駅前留学、留学がね、留学私さ、高校の時にしようってすごい思ってたんだけど、チームエイトに入っちゃったもんだから、もうチームエイト一筋になったんしたんですよ。そうなの。入学するならどこだろう、わかんないな。でもパパの知り合い、パパのホストファミリーがいるからっていう理由でアメリカに行きたいかな。うん、そんな感じ。けどオーストラリアとかも行ってみたいし、留学だったらどこだろうね、うん、って思いますけど、入学してみたいな。さ、そう、カラオケはですね、私いつもその時のムーブによってね、変わりますよね。ちょっと爪割れちゃったんだけど、ちょっと待って、
ハワイに入学してたいいところ英語それほどでもない。ハワイは日本語を喋れたり日本人の人とかがいっぱいいるからやっぱ日本語で喋っちゃうんですよね結局。そうだから日本語で日本語でも全然いけるみたいな言いますよね。正直そう、日本食が食べれる国がいい。確かにね。喋らなきゃって気持ちになるもんだって。もう死ぬ気で勉強しなきゃ人とコミュニケーションが取れないってなるよね。やっぱり。松尾ね。マッチ。どうせならホークスに最後までいてほしかったなっていう気持ちはありますけど、もうお疲れ様でした。さあ私今さあちょっとやろっかな。私何時から始めたんだっけ。どうしよう、何歌おうかな。33分、 OK、 ありがとう。はぁ、「君を乗せて」懐かしい。君を乗せてマリーゴールド。今日ギターするか迷ったんですよね。そう。出るかな。あ。
こかに君を隠しているから、たくさんの日が懐かしいのは、あのどれか一つに君がいるから。さあ出かけよう、ひと切れのパン、ライフランプカバンに詰め込んで、父さんが残した熱い地球は回る、君を隠して輝く瞳、きらめく灯火、地球は回る、君を乗せて、いつかきっと出地球は回る、君を隠して輝く瞳、きらめく灯火、地球は回る、君を乗せて、いつかきっと出会う僕らを Closing flight。 え、何の曲だろう。マリーゴールドだよね。心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい、でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをしてだらけてみたけど、希望の光は目の前でずっと輝いているし。
しいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。本当の気持ち全部吐き出せるほど強くはない、でも不思議なくらいに絶望は見えない。目の奥にうっと映るシルエット、大好きさ柔らかな肌を寄せ合い、少し冷たい空気を二人噛みしめて歩く、今日という名前をつけようかなんて話して、ああ I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、遥か遠い場所にいてもつながってたいな、二人の同じでありますように。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない、ああ I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、いつまでもいつまでも離さない。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って自身も忘れた頃に僕らに届いてる。
りと同じように興味泣いたり笑ったり繋いでゆく何十回何百回ぶつかり合って何十年何百年昔の光が僕自身も忘れた頃に僕らを照らしてる僕ら見つけ合ってたぐにあって同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かに繋ぐ魔法どこまでいつまで生きられるか君が不安になるたびに強がるんだ大丈夫僕が横にいるよ見えない線をつなごう僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かに繋ぐ魔法僕ら肩並べて取り合って進んでく辛い時だって二人だって誓ったんだろう遥か遠く終わらないベテルギウス君にも見えるだろう祈りが空にある何かを見つめてたらそれは星だって君が教えてくれた愛を込めて花束をですだけどだけどってラムのラブソングあり
三日月ね、いいですね。いい選曲。いい歌でしょ。エールね。ちょっとちょっと待って。ラムのラブソング、三日月、エール、夢を叶えてドラえもん。ちょっと4ついいですか。まず誰か覚えといて。そわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのやめてよ。私が誰より一番好きよ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 。あ、無理だ。これは実はですね、ひろゆきさんに向けて歌いました。一度これ知っても覚えてる方いますか。これをAKB48 のチャラ、なんだっけ、乃木坂に負けましたの時ですね。ここのしないでーの歌いました。よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番勝ちで、しかも1位いただきました。一番いい、良かったの誰だいってなって、川原さんですかね。違う、これあれじゃ、違うじゃん。私セーラームーンだったわ。セーラームーンだった。これとこれかセーラームーンと悩んだんで、確か。三日月、ちょっと箸休めでした。あ、ずっと一緒にいた二人で歩いた一本道、二つに分かれて別々の方を歩いてく、寂しさで溢れたこの
私は今どこにあろうと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた翼はあるのに飛べずにいるんだ一人になるのが怖くて辛くて優しい日だまりに肩寄せる日々を超えて僕ら孤独な夢と歩くさよならは悲しい言葉じゃないそれぞれの夢と僕らをつなぐエール共に過ごした日々を胸に抱いて飛び立つよ一人で次の空へ僕らはなぜ答えを忘れて当てのない暗がりに自分を探すのだろう誰かをただ思う涙もまっすぐな笑顔もここにあるのに本当の自分を誰かの言葉で作ろうことに逃れて迷ってありのままに嘘を向き合う通せを掴み僕ら初めて明日へとかけるさよならを
桜ってどんな曲だっけ？桜ってどんな曲？ここまでしか覚えてない。ここまで、心の中いつもいつも描いてる、夢を乗せた自分だけの世界地図、空を飛んで時を越えて遠い国でも、ほら行きたいよ今すぐ、大人になったら忘れちゃうのかな、そんな時には思い出してみよう、シャラララな僕の心にいつまでも輝く夢、見つけたら迷わないで靴を履いて出かけよう、大丈夫さ一人じゃない僕がいるから、キラキラ輝く宝物探そうよ、道に助けてあげるよ、シャラララな口笛吹いて高らかに歩き出そう、ドラえもんあの街まで届けばいいね、シャラララな僕らの未来夢がいっぱい溢れてるよ、
My heart will go on ってどんな歌だっけ、わかんないな。 You raise me up しかわかんない。 You raise me この中で知ってるのはありがとうと裸の心と夢をなぞって、私もおじさんの曲がいいですね。私も好きです。リクエストありますか。その間にじゃあ裸の心歌うますね。なんかリクエストあれば送ってください。行く先なんてわからない、わからない。
私また恋をしている。裸の心震わせて、この恋が実りますように。少しだけ少しだけそう思わせて。今私恋をしている。裸の心抱えて。島葵さんだったら、朝ごはんの歌、明日への手紙、心を込めてさよならの夏とかかな。テルーの歌、東京は歌えるかわかんない。これ無理だな。なんだっけな、歌えるの。なんかね、千島葵さんの曲が意外と入ってないんだよ。
ちまりさんはオーバードライブしか知らない。多分聞けばわかると思うんだけど、オーバードライブとかかな。お箱じゃないわ。ブラボー、Amazing boys, thank you. Mirai e ってどんな曲？かな、ないかな。わかんない。窓開けてそれやろ。窓開けたらね、もうね、こんな夜分に爆音で歌ってる人の声がパーンって外に出てきて、ジャムで可愛くて、もう逆にね逆にね、可愛くてごめん。花水木、あ、出てたわ前。花水木、可愛くてごめんにしますね、じゃあ。いや、おもろ、曲順がおもろいですけど。すごいバグってる、どうしよう。
ダメだ、すごいバグってる。何でだろう。あれ？ちょっと一回。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう。よそでぼちらで幸せだもん。じゃあ可愛くてごめん。あ、来た。でもいいよ。
Thank you。 歌えるかな、可愛くてごめんなんて。私が私のことを愛して何が悪いの、嫉妬でしょうか、痛いだとか困ってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう、日が差もってぼっちだって幸せだもん。チュー、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。チュー、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。チュー、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。チュー、尊くてごめん、自主力高くてごめん、ムカついちゃうよねざまあ。あなたはあなたのことだけどうぞ私に干渉しないでください。類は友を呼ぶというけど届きませんね、その陰口。お気に入りのリュックで崩せない前髪くしでといて、お出かけしよう、軽い女ふざけんな、重すぎるつの。チュー、可愛くてごめん、この時代来てごめん。チュー、目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん。チュー、可愛くてごめん、自分磨きしてごめん。チュー、振り子でごめん、虜にしちゃってごめん。ムカついちゃうでしょざまあ。趣味の違い、変わり者とバカにされても、曲げたくらい怖くもない、あんたらごとき。ごめん、生まれてきちゃってごめん。チュー、あざとくてごめん、人生楽しんでごめん。チュー、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。チュー、尊くてごめん、女子力高くてごめん。ムカついちゃうよねざまあ。サザエさん一家って何？大きな雲を眺めたらみたいなやつ。白い雲が飛んで行きたみたいなみたいなやつ。これは？
曲ですよね。熱っ。まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ、互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ。万華鏡の中で8月のある朝、君は僕の前で歯に噛んではすまわしてみせた。この世界の教科書のような笑顔で、知識と壁の生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるい甲羅に、ここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、thank you.
ぐらいあるんですよ、感想は。だから次の曲を決めるこの間に。You are so beautiful girl, thank you!仕方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君の全てをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。夢見る少女じゃいられない、もう忘れたくないよ、ずっと忘れたくないよ。寝そうになるね。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのだと時間わからなくなるよ、ガラクタだって
私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れてく新しい人。
も顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でももしできずにまた少し返事、
TikTok をいろいろやってます。全部川原美咲で調べたら出てくるので、ぜひフォローしてください。カモンカモンちゃん、これじゃないよ。私がね、歌唱力で歌おうとしてたのがこれだ。絶対しよう。
ラスト系まだでもいけるか。待って、13分かしら。23ってことは1時45分ぐらいまでやろうかな。ちょっとお休みして雑談タイムにしようかな。で、そういえば皆様、次の舞台の詳細が近日公開されるのでお待ちください。え、なんか打ってんだけど、何これ。ソロライブはね、やりたいんですけれど、自分の曲がないとなんともって感じなんですよ。そう、自分の曲がないとな。曲作れるようになりたい、もしくは誰かに曲をねお願いしたいな。友達に曲作れる人がね、いるんですよ。マブも曲作れるし、先輩も曲作れるし、何月の上旬11月から12月にかけての期間、12月下旬。詩は自分で書くよ絶対。でも曲も自分で作りたいんだよね。11月下旬から12月頭にかけてと、どこかな、その辺かな。まあとりあえずは、痛くなるよなんない電話もできない見ない、すごい。でもスパークルが1位なんだね。ファンサって何？最後はピンチュ。女の子は誰でも。曲作れると先輩に言うのか。そう、先
輩にもいるし、マブが曲作れるし、友達ね、めちゃめちゃ仲いい友達が作れるんだけど、その子もその子で忙しいからな、曲作り教えてとか気軽に言えないんだよね。ね、歌詞も書きたいし、自分で曲も作りたいんだよね、結局。で、パソコンでさ、ピャって作れるじゃん。パソコンでピッて作れるよって、みんながみんな言うから。し、意外と、あれ？いけんじゃね？って思ったから、この前やってみて。だから楽曲は、まるで、ゆうりさんに書いていただくとかさ、ヒャダインさんに書いていただくとかさ、もう誰もが見てすげえってなる人に書いていただくんなら、私はもうお願いしますってなるけど、やっぱり一回自分で作ってみたいなっていうのもある。意外とね、作れるもんね。藤井風さんに作ってもらいたいな、将来。大好き。風さんって、ほんとあの人にしか出せない雰囲気と書けない歌詞。だから、なんだっけ。芥川龍之介の生まれ変わりって言われてますよね、彼は。大好きです、私。何歌おうかな、次。ちょっと今ね、お休みタイムにしてるんです。ね、でも私さ、実は1時半とか1時に、ね、寝る女さんやってたからさ、最近。みんなも眠いでしょ。みんなも眠いでしょ。私最近ほんと一日中寝てるんですよね。そう、ずっとベッドの上にいるっていうわけじゃなくて、なんならまあ8時とか9時ぐらいに、9時に毎日アラームが鳴るように、あの、仕掛けてあるじゃない。そうなってるんですけど、そう、9時に
朝9時にアラームがセット、毎日毎日なるんです。もうお仕事の日とかにもかかわらず、お仕事の日、お仕事あるないにかかわらず朝9時に、ね、なるんですけど、てか自分がそういう設定したんだろうね。ずっと9時になるんですけど、毎日毎日今日は9時に起きて、で久々にあの朝ごはんにベーグルとね、ベーコンとアボカドとトマトとかいろいろちゃんと朝ごはん食べてとかやって、でもお昼もさ、なんかお昼とお昼と朝の混合みたいな時間食べちゃったの、11時ぐらいに。結局で、あ、お腹空いてないなと思って、で結局私今日1時ぐらいからずっと英語の勉強してて、気づいたらね6時とかだったんですよ。で冷やし、冷しゃぶ、塩レモンだれ冷しゃぶをリュウジさんのやつを作っていっぱい作って、今日はちょっとアレンジしてトマトとか、ブロッコリーとか、あと何入れたっけ、でもそういうなんかちょっとアレンジしたやつとかもう入れてみたんですよ。美味しいよ、調べてみて。 YouTube でね、 YouTube で冷しゃぶ山芋って調べたら、リュウジのバズレシピっていう、覚えたら一生もんって書いてある、1ヶ月前に出てるやつがあると思うんですけど、それがもうね最近で一番美味しいんですよ。オクラと山芋と、でタレに、漬けだれに鶏ガラスープとオリーブオイルとレモンと白だしとお水を加えて混ぜて、でそこにブラックペッパー入れて、で、まあ、山芋、オクラ、普通山芋、オクラ、冷しゃぶ、冷、なんかしゃぶしゃぶってしてたお肉を入れるだけなんですけど、そこにちょっとやっぱ野菜取らないとなとか思って、栄養価があるブロッコリーとか、まあ、きゅうりもかなとか、トマトとかを入れてみた。すっごい美味しいよ、マジで。作ってみて、これはマジで最近一美味しいし、ご飯がめっちゃ進む。絶対お酒にも合うと思う。私お酒に合うとかいいなとかわかんないけど、本当にまああのリュウジさんのレシピはマジで美味しいの。これを機にハマってみて、みんな。食べてみてください。すごい美味しい。山芋買ってきたけど、するだけになりそう。山芋はね、切る、あの短冊切りにする。てかもう自分が食べやすいサイズに適当にペペペペペって切ればいいんですよ、山芋なんて。そう。で、リュウジさんはもうもはや皮ごといっちゃうよみたいな人だから。皮ごとい、外をこうやって炙ったりとか、フライパンで。ちょっと行ったりして、そっとそのまま使うって書いてあったけど、私はちょっと皮はピーラーで剥きましたけど、お酒飲むと医者と家族に怒られるしようなんですか、試してみたいですダメですダメです。お酒、私もお酒は飲んでないけど、それで
ご飯、汁ご飯にめちゃめちゃ合いますし、まださやっぱり気圧じゃない、湿度とか気温とかがすごい暑いじゃないですか。だからちょっとなんて言うんだろう、さっぱりした感じのものなので美味しいですよ。山芋ダメ、山芋抜いてね、オクラだけでも全然美味しいと思います。もうなんかつけだれがまずめちゃめちゃ美味しい。だから もやしとか入れても絶対美味しいし、うん、なんかいろんなナスビとかもいいですねって言ってたよ。料理したのは普通に食べる派です。そう、もう写真撮るのも忘れてめちゃめちゃ食べましたけど、さあ どうしようかな。一口食べたから、あ、写真撮ってないというスタイル一緒です。めっちゃ一緒、 You too です。あとね、最近冷しゃぶ用のお肉とかもやっぱりさ、普通にスーパーで売ってあるからさ、シュンってやって冷蔵庫に漬けだれと一緒にもう全部入れて、冷蔵庫にハンって入れて、まあ1時間ぐらいかな、冷やしておくと。早く食べてよって方は冷凍庫でね、そんな20分ぐらいしたらもう冷や冷えになりますので、美味しいですよ。ぜひやってみてください。冷しゃぶ山芋で調べたら、秘伝の塩だれ、塩レモンだれで作るって書いてある。そしたら虚無ってるリュウジさんがね、料理してる動画が流れてくると思います。もうメガネして髪ボソボソで虚無って書いた T シャツ着て料理してるリュウジさんが、面白い。虚無レシピっていう種類があるぐらいですから、リュウジさんのファンはもうわかる。虚無でも作れるっていう題名の動画とかあるんですよ。めっちゃおもろいよ本当に。動画を1日4本ぐらい撮って、その4本目ずっとお酒飲んでるから4本目の動画とかもベロベロで作るんですよ。ベロベロで、リュウジのお兄さん料理ですとか言って逆みたいな、めっちゃ面白いんでね、まあ、別に作んない方も見てほしい。私おすすめの YouTuber
さんでした。じゃあ最後歌ってなんか終わってから、終わりたいな。でもただ大丈夫、そうなんですよね。だから YouTube にも虚無ってる人に全然虚無じゃない料理作らせるのはおもろいみたいなってあったけどそれはそう。リトグリの人生は一度きりあり、見捨てるばっかりだったでしょ。全部美味しい。私もねすごい愛用してるし、それ作って人に出せば、リュウジさんのレシピで作って人に出したらもうね絶対美味しいって言われるから、おすすめ。人生は一度きり。じゃあこれにしようかな。待って、歌えるかなっていうね、まずね。ちょっと厳しいかな。キクセンガオラーだから、私君に届くまでってどんな曲、君に届くまで。リトグリさんはね、何が好きだったかな、私も懐かしいけど、好きだも好きだし、ギュッとも好き、足跡も好きですね。間違えた。明日へ好き、オーバー、難しい。オーバーも歌える、確か。
青春フォトグラフ、私らしく生きてみたい。リトルグリーンモンスターのオーバー、なんかもう、なんだろう、で、終わりだよ、みたいな曲ありますか？今日の締め、あと1曲で終わります。だから一人じゃないなら歌えるかも。リトルグリーンモンスター、だだだ、ただって乗り越えていこう。うわ、ガオガオオールスターとかな、懐かしい。向かい風ばかりなんで自分だけ綺麗事が嫌いだった。全ては繋がる今この瞬間、走り続けなきゃ夢に近づけない。空見上げてるだけじゃ答えは見つからないんだ。今こそ証明したいよ、僕らがここにいることを。今日も泣いて泣いて何度だって乗り越えてみせるよ。手を握るよ、一人じゃないんだ。街に慣れず涙あふれる帰り道に、目的の駅通り過ぎてもどこかに行ってしまいたくても、懐かしい匂いや温かい声、恋しくて遠ざかるあの日の夢。自分がどこにいるべきなのか、自分はどこに向かってるのか、夢につぶ
締まり悪いな。何なんか私があと11杯しかないから明るいからかな。いつもだってバットじゃないローで終わるよね。からだね。何がいいかな。バラードでお願いできますか。私大きな声は出せなくても、なぜ2時ですか。赤いスイートピー歌ってない。赤いスイートピーにしようかな。誰かがリクエストしてくれたんですけどめっちゃ忘れてた。このこの私のお気に入りの中にいっぱい入ってるの。好きですか、あなた。私を好きですか。星が泣いてるみたいだから。好きなんです。塗り色の地球。あ、ありです、ありです。塗り色の地球にしよう。やばい、みんなももう眠いでしょ。でももう眠いよね。
様いっぱいギフトありがとうございました。それではランキングです。ちょっとギフト全員読めなくてすいません。本当にじゅうさんいモスさん、30位川広さん、11位ハレンチさん、10位ダニーさん、9位ゆきたんさん、8位まさたかずさん、7位しっぽさん、6位よこゆうさん、5位えんちょさん、4位ゆうてぃーぜーたさん、3位オムライスさん、みさのは、2位あのえさん、みさが最高、1位みさのは、竹本さん、みさのはでした。ありがとうございました。それでは本日も夜遅くまでありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。おやすみ。Good night. Sweet dreams. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye.